おーつはるまるです。この日がやってきました。皆様、何ですか、何が来たんですか。本日やるものとはじゃん、とうとう極激辛の新発売カレー味、はい、発売されました。イエーイ、拍手の仕方約1年前にこの極激辛ちゃんがですね発売されたんですが、マックスエンドの3倍の辛さですね。はい、その時はマックスエンドのですね食べ比べをいたしました。そして今回こちら、この極激辛のカレー味ということで新発売されてました。1年前の時はいろんな極激辛の情報とかもちょこちょこあったんですが、この子に関しては全然なくて、ただ開発元の方の、あのコメントには日ジャラファンの期待を裏切らないということを書かれていましたので、しっかり食べ比べをして味のレビューをしていきたいと思います。おい、今回はね去年と違ってオーヤンも来てくれたので、オーヤンよかったね、カレー味食べれるよ。僕いらないですよ、僕見とくだけでいいですよそのエンマ様食っても僕死ぬ思いで食ったんですから、ね、ではレッツクッキング。いつも通りお湯入れるだけでしょこれ。クッキング、クッキング、クッキング極激辛はカヤーク、極激辛ソース、極激辛カレーは一緒の火薬、これですね。おー、カレー味は黄色ですね。おー、赤と黄色です。火薬を入れたのでお湯を入れて3分待ちます。はい、というわけで3分経ちました。はい、懐かしいね。おや、何がですか。え、こいつ食べたやろほんまつい最近じゃないですかつい最近か。一旦混ぜずにこいつの色味を確認します。あれ、なんかこっちの方が赤い。こっちが極激辛で、はい、こっちがカレーです、はい、あでもちょっとカレー要素があるこっち、やっぱり。あ、そうなんですか。じゃあ混ぜてみます。はい全然わかんないな一緒かな。今回も水は1杯だけ用意させていただきました。いただきます。おい、おなじみの極激辛ちょっと1年間ぐらいちょっとお世話になった極激辛ちゃんなんか今日の極激辛甘みを感じんねんけど。甘みを感じる甘みを感じる日があるんですか。うまい、この味を思いつつ、はい、新発売カレー味を食べますね。はい、うん、カレーやうまい、うまいやん。うまいですか。うん、おあれ辛さそんな感じんけどな。そう、うん、カレーの味が結構してて、カレーのとろみもある感じですね。カレーのとろみ、うん、辛いのにとろみがあるんですかそれに、うん、あれこれ私カレーより極激辛の方が辛く感じるんだけどな。カレーだからさ、ちょっととろみが増して辛さ抑えられてるのかな絶対とろみなんてないでしょこっちの方が唐辛子の辛みがガツンとくる。でも辛さレベルは一緒なんかな。系統は同じやん。はい、というわけでどうぞ。え、何ですかこれは。もう食えと僕に。そうです、しょうがないですね。じゃあもう一般人代表で僕がちゃんと食べますよ一口しょうがないですね。ちょっと匂い嗅いでいいですか。いいよ。あー、ちょっとカレー風味でしょ？ですね。ちょっとこんぐらい食うか。まあね、僕エンマ様一回倒しましたからね一口ぐらいだと余裕ですよ。いってらっしゃい食いたくなったいただきます。はい、はい、お
同じ。辛さ同じですか。食べれそう。ケーキらしいです。え、全然同じでしたよ、辛さは。ま、はい、なんだろう、辛さがパワーアップされてるわけでもなかったですね。でも、うん、辛さが落ちてるというわけでもなかった気がしますけど。全然落ちてもないね。はるまるさんはね、辛いのは多分その極限以下どっちもいけると思うんですけど、2つ食べきれるかどうかの方が僕心配なんですけど。え、もうお腹いっぱいになってきた。え、今んとこって思ったんだけどさ、ヒルさ、ちょっと食べちゃった。なんでですか。だからすごい空いてた。まあそれ2つ食べれるのやったらいいですけど。でもさ、ほらあともうちょっとじゃない。カレー味の方が好き。あ、好み的にはカレーの方が好きなんですか。うん、お、覚醒。かっこいい。おお、完食。あ、なんか途中も辛くなるけどな。辛くなかったよ。いや、辛いですよ。何を抜かしてるんですか。あれを見てなんで辛くないと思ったんですか。演技？いや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 、辛いですよ。ごちそうさまでした。イエーイ。ごちそうさまでした。汗がすごい。おいただきます。はい、辛さのレベルは一緒でも食べた感じやっぱりあのカレーの方がやっぱカレーの味がついてるからか、はい、飽きないし、なんか辛さが全然半減されてる気がします。半減、半減ってだいぶですよ。僕月間の方が辛かった気がする。ああ、エンマ様の方が。うん、へえ、はあ、今仰ぎ中。はるまるすごい食べれたねっていう方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。というわけで今日もありがとうございました。おつはるまる。おつまる。またね。またね。バイバイ。Goodbye。 このさ、極激辛カレーの中ガレーにさ、普通のカレーかけても美味しそうや。どういうこと？